キネクトはマイクロソフトから発売された体の動きであるジェスチャー、音声認識によってゲーム機、コンピューターの操作ができるデバイス。動力学を意味するキネティクスとつながりを表すコネクションを組み合わせた造語である。キャッチコピーは体丸ごとコントローラー。開発コード名はプロジェクトナタル、縫いの一つである。元々は2010年に Xbox 360用の周辺機器として登場したが PC 用ドライバ開発が非公式に行われたことがきっかけとなり2012年2月に Windows PC に接続して使える一般用も発売された従来本格的に行うには大掛かりで数千万円ほどする機器が必要だったモーションキャプチャーや人物認識などを 卓上サイズかつ一台数万円のキネクトで行えるようになったことからゲームだけでなく医療診断や機械制御の研究用にも活用されている。Xbox 360用として2010年に発売された第一世代。Xbox One 用として2013年に発売された第二世代。Microsoft レンズ開発版に搭載されて2016年に登場した第三世代。 2018年に発表され2019年に発売された第4世代のプロジェクトキネクト4アズールがある。物理的なコントローラーを用いずに操作ができる体感型のゲームシステムでジェスチャーや音声認識によって直感的で自然なプレイが可能となる。日本では2010年11月20日に発売された。同日に Xbox 3 6 4イトとの同コンパックと 初回生産限定で Xbox 360 250GB との同梱パック2011年6月2日から 250GB Kinect パックも発売された。すべてのパックに Kinect Adventure のソフトが同梱された。カロリー数を記録できる Kinect フィットも無料配信された。 過去に発売されたすべての Xbox 360の本体に対応しており、旧型の本体には Xbox 360キネクトセンサーに同梱されているケーブルを接続することでプレイが可能となる。4GB、250GB の本体同梱パックにはケーブルは付属されていない。 二人以上のプレイに対応しているので、Xbox 360本体と Kinect を1、セット用意すれば、プレイ環境に合わせて、機器を追加購入せずに済むのも特徴である。RGB カメラ、振動センサー、マルチアレイマイクロフォン、および専用ソフトウェアを動作させるプロセッサを内蔵したセンサーがあり、プレイヤーの位置、動き、声、顔を認識することができる。これにより、 プレイヤーは自分自身の体を使って直感的にビデオゲームをプレイすることができる。常にプレイヤーの位置、身長を測定し最適なプレイができるよう上下の角度の自動調整が行われる。ビデオキネクトにも対応した映像センサーも装備している。キネクトは主にプレイヤーの動きを読み取って合成するモーションキャプチャーという技術を使用しているが、 一般的なモーションキャプチャーとは異なり、通常のモーションキャプチャー時に着用する特殊なマーカー付きスーツとマーカー検出時に使用するトラッカーは必要としない。カメラに被写体を映すことで、プレイヤーからキネクトまでの距離を計測し、プレイヤーの骨格の様々な動きを検出して、ゲーム内のキャラクターの動きにリアルタイムに反映させることが可能となる。 多人数による同時マルチプレイにも対応しており、プレイ人数はソフトによって異なる。キネクトセンサーを使用する際には、データ保存機器の空き容量が約256メガバイト必要となる。当初キネクトの使用は内部に認識した情報を処理するプロセッサを内蔵しないものであった。これはキネクトが単なるセンサーに近いものであったことを意味する。 しかし、2009年夏頃にソフトウェアデベロッパーに渡された初期開発キットで、Xbox 360側でのキネクト負担が非常に大きいものだと判明する。具体的には、メイン c p u 3コアのうち1コアをほとんど占有してしまうほどであり、その後の改良で占有率は下がったもののまだ Xbox 360側の負担は大きく。 結果としてキネクト側にプロセッサーを搭載する運びとなった。このプロセッサーは認識に必要な全ての処理をするのではないが、そのほとんどを行うものである。その結果 Xbox360 側の負担は大きく下がったもののキネクト自体のコストが上がり、今週曲げ向きの付加物の限界相場といわれる100ドル、1万円以内という、これまでのセオリーに外れることとなる。 だが、しかしマイクロソフトは、かつてのセガのメガドライブ用の周辺機器としての、失敗作、スーパー 32X のようにはならないと、証言している。詳細は、x b o x One Kinect を参照 Kinect4。XBOX360 は発売当初から、ユーザーにより解析が進められ、パソコンで動作させるためオープンソースのドライバが、開発され、様々な応用が行われている。 そうした動きに対し、マイクロソフト側は当初否定的立場と見られていたが、2010年11月19日に、ラジオ番組中で、Kinect の USB 接続はあえて暗号化されていないのだとし、独自のプログラムについても容認する姿勢を明らかにした。ただし、Xbox 360内部のアルゴリズムにアクセスして使用すること、チート行為のために、Kinect と、 Xbox 360の間にデバイスを設置することなどはハッキングとして扱うとした。2011年4月には、マイクロソフトから公式に Windows 向けのソフトウェア、開発キットを公開することを発表し、同年6月16日に、Kinect for Windows SDK のベータ版が公開された。2012年2月1日、Kinect for Windows SDK 正式版の公開と、 キネクト4 w ウィンドウズを発売した。キネクトはゲームエンターテイメントを目的として作られたが、それ以外の分野にも活用されており、この広がりはザ・キネクトエフェクトと呼ばれる。このキネクトを利用し医療、障害者の支援や人流計測などに活用された。以下は国内発売が決定したキネクト専用および専用および対応タイトルを列挙する。他社モーションコントローラー。 ありがとうございます。